はい、こんにちは、周平です。今日はですね、アフィリエイトで借金返済したい人に、えー、伝えたい3つのことっていう話をね、したいと思います。で、えっ、ー、と、僕もですね、3年前にブログを始めて、アフィリエイトで借金返済したいなと思って始めて、まあ、今一応、えー、借金返済っていうか、自分の生活費含めて、アフィリエイトとか、まあ、いろんなその、情報発信とかの収入から、え、返済できて生活ができてるっていう状態なんですけど、あの、まあね、あの、借金があって、こう、返済がきつくて、消費者金融とかで借りてる金額とかが多くて、えー、会社員だけのね、収入だけじゃ 払えないとか、例えばこう結婚してる旦那さんとかがすごいギャンブル癖とかパチンコ癖があって知らない間にクレカでリボ払いしてたりとか、えー、キャッシングしてたりとかでなんか知らない間に借金が増えてなんか家計が火の車だとかねなんかそういう人まあいらっしゃると思うんですけどでまあそういう時にねまあ一応あのー、法律でもね任意整理とかって言ってなんかその自己破産要するに資産を全部失わなくてもその借金だけ整理することも実は可能なんですけどそういう相談とかめんどくさいじゃないですかしかもなんかなんかやったらやばそうなんかデメリット 多そううとかって思うんでじゃあ、そうじゃなくて、じゃあ、収入を増やしたりとか節約して、なんとかこう、今の状態でなんとか返していきたい、みたいなね、人が、じゃあ、何をやるかっていうと、まあ、その、ネットビジネスとかね、気軽なところから始められたり、転売とかありますよね。で、そのネットビジネスの中で、一つ、大きく上がるのが、まあ、ブログとかアフィリエイトになってくるんですけど、ね、パソコンカタカタやって、スマホとかで買ってやって、ね、それが稼げたらね、その分、こう、会社員の収入にプラスして、ね、返済が早くなるじゃないかっていうこと、すごくナイスな考え方だと思う 思うんですけどなんかそのアフィリエイトやったらねすぐにこう返せそうみたいな、えー、って思ってる人はねあぜひ今日聞いてもらったらいいかなと思うんですで伝えたい3つのことなんですけど先にすべてを言っておくとですね、一つ目、えー、側近性がないので注意ですねはい側近性すぐにお金にならないですね、えー、2つ目ですね収入すごく不安定になります急に飛んだりとかあるので気をつけてくださいで3つ目これいい話ですあの最後まで聞いてくれたらわかりますね言わんのかいってことですけどでえっ、ー、と一つ目のねまで、ね、あの側近性 ですけど、直近性がありません。はい。なんか、転売みたいに、メルカリみたいになんか不要品をすぐ売ったら、なんか月5万とか10万バーって入ってくるようなイメージがアフィリエイトにある人がいるかもしれませんが、えー、ございません。で、僕も、え、3年前に Amazon アフィリエイトですね。Amazon の、例えば自分が使ってるアウトドアとか家庭用品とか紹介したら、そこからの紹介料で、1ヶ月ぐらいブログを書いたら、なんか10万円ぐらいなるんじゃないかと思ってたんですよ。うん。めちゃくちゃ甘いですよね。ほんで、えー、1ヶ月ぐらい、まあ、やってみたんですけど、結果どうなったかというと、26円でした。 はい。えー、本が一冊売れただけで、しかも Amazon ね、8000円とか超えないと振り込みならないんですよ。だから、えー、26円はずっとその、あの、何ヶ月、10ヶ月ぐらいずっと僕振り込みなかったですね。1年近くなかったのが Amazon のアフィリエイトのその振り込みは。うん。だから全然側近性はないです。で、えっ、ー、と、なんかね、やっぱこうネットビジネスとかブログとかって、なんかね、自分が使ってる SNS がそのスマホ上で見てるものだから、なんかすぐできそうとかと思うんですけど、いや、全くそんなことなくて、あの、リアルのビジネスですね。例えば、ラーメン屋を開いていくとか、なんかそういうものだ 皆さんが例えば、まあ、例えばこういう土井中でね、ラーメンを開いた時にすぐ人が集まるかって言ったら、まあ、基本的には来ないですよね、新しい。なんかその、例えばこう、人がほとんど住んでないところに開いちゃったらね。だからそういうイメージ、最初自分が無名でブログを書いていくっていうのは、え、Google の検索からもあんまり評価されないし、SNS もフォロワーが少なかったら基本見られないし、で、ね、YouTube とかもやってないんだったらどこからも流入しないね。誰が、自分がブログをやってないような状態になってるんですよ、始めたとしてもね。その状態でアクセスがたくさん来るってことはなかなかないんですね。 ね、で、えー、コツコツ書き続けたりとか、その伝える練習ですね、文字を書いていくとか、まあ、文章力もそうです、ね、えー、コピーライティングとか学んでいった方がいいんですけど、えー、そういうことをコツ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 やっていって、で、サイトから評価されたりとか、ね、Google ググググが評価されたり、キーワードが取れたりとか、SNS のフォロワーも増えていって、こうね、あの、フォロワーさんがよく見てくれるようになったりとかね、えー、なんかそういう風になってきて、やっとこう、PV とかが、えー、5000とか、月ね、月5000とか1万 PV 超えてくると、まあ、収益化的なラインとしては、ま、あまあ、まあ、あの、まあ、いい感じかなってことですね。 だからやっぱ1日 3PV とか僕もありましたよ。で、それ僕、ほぼ僕のアクセスなんですよね。<laughs> 俺が見とるやんけ、みたいな。なんで、そういうのではすぐにお金にならないんで、アフィリエイトでね、うわ、アフィリエイトやったらすぐに返済できそうだ。で、自分アフィリエイトやったら頑張れそうだとかと思ってても、実際やってみると難しいこととか、大変なこととか出てくるんですよ。で、そういう、つわ好きとかを予想してや、思ってるんだったらいいんだけど、ほとんどの人はなんか明るいとこしか見ないでしょ。だから、まずやってないのに、なんかこう簡単そうだと思うのはまずやめた方がいいですね。ネットだから簡単じゃなくて、ネットでもこう、 努力が必要ってことです。まあ、部活に入るようなイメージですね。野球部に3年間所属するようなイメージで最初やっぱりこういきなりね、試合に出させてもらえるかってなかなかないわけですよね。うん。 なんで、えー、そういうイメージで、だからすぐ即近、だから来月返済が足りないから今からアフィリエイトやって、あのー、なんとか間に合わそうとか、あのー、いや、それで初めて本当にやるんだったらいいんだけども、なんかそう思ってやったんだけども、全然稼げないからやめるとかもったいないんで、やっぱりね、こう、1年後の自分を楽にするようなイメージで、要するに1年後の自分の返済を楽にするようなイメージでやっていくとね、えー、いいかなと思います。で、二つ目、えー、収入が不安定ってことですね。例えば、じゃあ1年頑張って月5万とか月10万とかっていう収入になりましたとするじゃないですか。僕も1年ぐらいで、えー、月5万 5万10万円稼げようになって今3年目ですけどえ先月は60万円ぐらいアフィリエイトだけでいきましたいやわーらーありがたいもんですよね本当にねでまああのそういう風になったんですけど、えー、じゃあ仮にうん。 一年頑張って月十万になりました。オッケーと思ってたとしても、実はですね、あのー、結構アフィリエイトって広告なので、広告ビジネスなので、その広告がなくなるってことがあります。当たり前ですよね、109とか渋谷のところで、えー、あの人がたくさんいるセンター街で看板出てますよね。なんかコカ・コーラとかね、有名企業が。あれも、例えばコカ・コーラの経営が厳しくなったら広告なんか出さないんですよ。広告ってあま、あま、あくまでも余剰資金というか、えー、そういうものでつく、あの、やられてるんで、例えばアフィリエイトとかでも、えっ、ー、と、僕がやってるのは アマゾンとかのアフィリエイトもやってるし、あと借金解決のためのアフィリエイトとかもやってるんですけど、そ,そん、なん、その広告主がお金なくなったりとか、商品を買えたりとかして、アフィリエイトなくなっちゃうんですよね。まさに、あの、アマゾンのアメリカのアフィリエイトの両立っていうのが今ね、もう下がってきてるんですよ。よだから、多分日本も下がると思うんですけど。そう、そう、だから、そういう風に下がったりとか、まあ、逆に上がったりとか、新しいものも出てきたりするんで、もちろん、あの、市場がなくなることはないんですけど。自分が扱ってるものがなくなるってことは、全然あり得るので。じゃ、どうしたらいいのかとす、やっぱ、複数ジャンル扱うってことですね。その案件とかも、僕もそんなに。 えー、たくさんこうアフィリエイトの柱があるわけじゃないんで結構僕も危うい状態なんでまあサイトが飛んだりしてもねありえるかもしれないですかねそれもでもえっ、ー、とだからなんか何個かこう作っていこうとね今頑張ってるんですけどなのでなんだろうなアフィリエイトで稼げたからオッケーもう安泰ってわけじゃないって常にあの毎日,毎日こう違うことやらないといけないってことですねそうあーだからまあそれはある意味自分を律することでもなので実はいい点でもあるんですけどねそうだって安定とか安心とかないじゃないですか別にサラリーマンだってね会社がなくなる可能性だって全然あるからねなんか十年 年経ってね会社がの生き残る可能性で確か6割か7割の会社なくなるんですよねあれ9割ぐらいだったっけまあちょっとデータにもよるのかもしれないけどねだからね自分朝ね会社行って会社があるのって結構割と奇跡的なことなんですよね、うん、だから安定とか安心とか別にないからねそうないからいろんなことに挑戦していく要するに会社の会社員だけじゃやばいからっていうことでアフィリエイトで保険をかけることも大事だし、えー、アフィリエイトだけじゃダメだからっつって、えー、会社 え、その保険に使うっていうこともできるしね。うん。相互に保険をかけておくっていうのが一番いいかなと思います、ね。で、最後、三つ目、ここまで聞いてくれてありがとうございます。三つ目、すごくいい点です。はい。えー、それでもアフィリエイトはおすすめです。借金返済に。うん。なんかこう、借金返済にっていうか、まあ、月5万欲しいとかね、お小遣い増やした人におすすめです。はい。えー、借金返済も含めてね。なぜかというとですね、えー、例えばラーメン屋さっき言いましたけど、ラーメン屋開くってなったら、まあ、ま、あ金がかかりますよね。まあ、店舗を買うのに、ま、田舎で安くても、例えば犬切れ、 ね、ラーメン屋があって犬切れって言ったとしても、多分、少なくともね、50万円とか100万円とかはかかる可能性が高いですよね。で、道具を揃えたりとか、あと、原価もかかって、人件費もかかって、なんか、駐車場代とかもかかったりとか、お店の看板とかも出さないといけない。だから、初期費用で言うとも、100万円ぐらいはね、カフェとかも一緒ですよね。基本的にかかってきます。でも、アフィリエイト、ね、ブログを始めるってなったら、初期費用どれぐらいかかかると思いますかうん。年間、年間。1年目、じゃあ、やろうってなった時に、年間。うん。 え、年間で大体、僕払ってるのは2万円弱です。はい。2万円ですよ、2万円。月じゃないよ。多分、ラーメン屋だったら、月2万は絶対ランニングコストでかかりますよ。電気代とか、なんかいろんなコストでね。でアフィレートで自宅でできるんで、自宅で使ってる電気代とか、えっ、ー、と、あとはインターネット。今あるもの、要するに、僕らが生活していく上で、最低限揃ってるもので、えー、勝負ができるんですよ。で、プラス、あとはブログを持つことですよね。サイトを持つことなんですけど、それドメインとサーバー代。これ合わせて、えー、ドメインなんても年間1000円ぐらいですから、年間ですよ。 年間月じゃなくてね。年間1000円で、えっと、サーバー代がだいたい1万5000とか2万円ぐらいかな、年間。まあ、ちょっと使うサービスによっても違うんですけど、はい。だから、で、あの、月々に直すと、だいたい僕のブログのコストで1500円ですね。先月60万稼いで,す万稼いで、えー、1500円のコストなんですよ。めちゃくちゃコスパいいんですよ。めちゃくちゃ非常に優秀なビジネスなんですよ。優秀なビジネスってことは、要するに利益率が高いということですね。利益率が高いということは、投下した時間に返ってくるリターンが大きいということです。だから、ね、どうせ頑張るんだったら、 ね、リターンが大きい方がいいわけじゃないですか。ね、まあ、ラーメンは別にディスるとかを、リアルテンもディスるというわけじゃないんだけども、ね、頑張って頑張って働いても、なんかもう月足りないとかね、なんか全然お金結局、利益が上がらないんであれば、ね、あの、やっぱ、それ大変ですよね、返済していこうと思ったらね、でも、 アフィリエイト自宅からできるし、別に特段スキルとかね、経験とかなくても始めることができて、えー、努力さえすればいいんですよ。努力して自分で調べたりとか、もちろん、その人によってはね、なんか、あーとかなることもある。パソコン苦手で打てないとかあるかもしれないけどでも、それも打てるようになります。だって、僕の知り合いだとね、対、えー、退職した人、あの、60何歳とかの、もうおばちゃんとかで、ね、も全然、あの、ブログとかで稼いでますからね、家賃分ぐらい稼いでますとかって言って、だから若い人がなんかブログわかんないとか言うなよ、みたいなね。私だって調べてやってんだから、みたいな。いや、本当その通りだなと思います。だから 30で、30歳でもう無理とかね、そんなことない。全然若い。40若い、50若い、60若い、70若い、80若いですよ。80でもゲーム実況とかしてるおばちゃんとかおばあちゃんとかね、いますからね。はい。なんで、も年齢関係ないんで、ぜひ、あの、これ聞いてるのは大体ね、20代、30代がメインだと思うんですけど、あの、絶対そう言い訳ですけど、ただの、ただのできない理由に自分がしてるだけなんで、えー、ぜひね、あの、アフィリエイターすごくおすすめのビジネスなんで、やってみたらいいかなと思います。本ね。えー、ということで、このチャンネルではですね、こんな感じで、えー、まあ、ネットビジネスで稼いでいく方 方法とか、まあ、借金をね、まあ、どういうふうにこうら、まあ、なるべく苦しまずに解決する方法とか、えー、っていうのを話してます。で、えー、と今日、もうそれでもね、なんかもうきつい、もうそんな1年も待てないとか、えー、無理無理、もうすぐに解決したいっていう人は、えっ、ー、と、まあね、借金が減額できるかシミュレーションっていう、シミュレーションがスマホでサクッとできるんです僕も、えー、昔やったことがあります。で、えー、と自分の借金ってね、例えばアコムとかの借金って年利18%ントあるじゃないですか、あれ18%の年利がなくなったら、0%になったら、返済ってめっちゃすぐに。 終わるんですよ。まあ、すぐにっていうか、今まで以上に早く終わるんですよ。なぜかというと、今までの返済って3万円返しても1万5千とかが金利取られてるんですよね。で、元金に含まれるのは1万円とか1万5千とか半分ぐらいなんですよ。だから、3万円返しても1万円とか1万5千しかお金減らないですよね、元金が。ということは借金が終わりにくいんですよ。うん。で、その金利をカットすることによって何が起こるかというと、3万円返したら3万円元金が減るんですよ。当たりますよ、2倍早いですよね。どう考えたって。なんで、そういうことができるかどうかっていうのをシミュレーションできるサイトをね、動画概要欄に入れても で、あと、ま、ブログの稼ぎ方とか、あと、使ってる ASP。ASP っていうのは何かといって、アフィリエイトで、えっ、ー、と、いろんな案件が集まってるサイトですね。え、それを登録して、えー、いろんな案件見て、それを紹介してっていう風にブログを稼いでいくんですが、その僕が使ってる ASP とかも、えー、動画概要欄で紹介してるんで、えー、よかったらチェックしてみてください。というわけで、まあ、自粛中でね、いろいろやることなかったりとかね、えー、暇な人はね、もう本当に頑張ってみるといいと思いますよ。うん。まあ、ほんと1年ぐらい、あの、様子見ながらね、コツコツやっていくと、えー、いいです。楽しいですね本当にね。うん、情報発信とかね、あの、自分でできる からね僕もそのおかげでこうやってね会社辞めてこういういいところでね、えー、本当に暮らせてるのではいあのおかげさまでね、えー、幸せにでございますブログとかのおかげですねというわけでまあ、ぜひ、えー、チャレンジしてみてくださいチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょうバイバーイ